はい、どうも、しんだいです。今回やるゲームはこちら、ロックマン X サイバーミッションですね。で、このゲームやるのは実際初めてなんで、で、まあどんな感じのプレイなのかわからないんですけど、ちょっとやっていきましょう。X、あ、これ俺が喋んのね。ここは。でももう一回始まんの？行きましょう。B がエネルギー、ね。チャージショットね。X、ここは見覚えがあるぞ。どうして俺はこんなところに。すごいな、ゲームボーイカラーですよ。あ、これダッシュ、あ、ダッシュある。いけるかも。お、いける。これは、あ、絶対出るよね。おい、ちょっと待って。操作方法慣れない。2発ずつ撃ってきます。よしお、え、おい、やった。よし、いい感じ。いやー、マジかよ。いや、ここの敵もチャージショットいけるか。連打は2発しか当たらないんで。チャージショット。よし、いける。あ、やっぱここに戻る。リセッサー出ますね。あ、なんか出そうな気したけど。あ、これ絶対落ちない。絶対落ちるよね。まずい、するとこいつでいいよね。いや、無理くせえ。あ、なにこれ。あ、これセーブね。なんか綺麗なセーブ。ちょっと行きます。うおい、ちょっと待って、怖い。なんだ、ダッシュアップ。あ、これで行こう。ゴリ押し。早いな、すげえダッシュ早い。すげえ早い。これ何これ。光柱。これババ出てくんじゃない？この感じだと。おら、出た。お前はババ。そんなババな。以前倒したはずだ。ババ。いや、そんな危なっかしいこと言うんじゃないよ。あ、ちょっと、負けんの？負けるの？負けるんですか？そう。これエネルギー売ってこないの？あ、もういけますね。どれ、危ない。強い。多分きっとここは負けないんだろうね。大丈夫なのかな、この先勝てる。もう不安でしかないですけど。頑張っていきましょう。X0、教えてくれ。一体何が起こっているんだ ?X、今、世界中が大変なことになっている。何者かがハンターベースのマザーコンピューターをハッキングしてデータを操り、世界中を混乱させているんだ。X、一体誰がそんなことを。世界の平和を乱すものは許さない。お、どうやら敵は過去の戦いのデータを蘇らせている、ようだ。X、お前が紛れ込んだ場所はマザーコンピューターの過去のデータの中なのさ。そのデータの世界からお前を連れ戻したのが、ミディ。はじめまして、ミディです。絶対こいつボスだよね。怪しいもん。ミディは世界中でもコンピューターにかけては並ぶものがないほどの超天才だ。今回次元解決を手伝ってもらっている。ミディ、 X よろしくね。こちらこそよろしく。一緒に平和を取り戻そう。すごい、このクオリティ。ゲームカラーと思えない。それじゃあ X、 僕は説明するね。過去のデータを元に戻すにはマザーコンピューターのコアにあるデータを直さなくちゃいけないんだ。ここはマザーコンピューターのコアだよ。シグマ。100% シグマでしょ。でもコア行く途中にプロテクトがかかってるんだ。プロテクトを解かないとコアへ入れないんだよ。プロテクトを守っているのが過去のボスのデータなんだ。プロテクトを解くには誰かがデータ化してマザーコンピューターの中に入り、奴らを倒すしかない。俺が、ゼロ、俺が行こう。わかった、お前に任せよう。
はい、軽いな。俺はこの混乱を利用して悪事を働いている奴を片付けに行ってくる。容赦ねえな。加工音データとはいえ手強い奴らが多い。 X 十分に気をつけろ。よし、今から出動だ。 X 頑張って。よし、行けますね。いやー、本当にボス集がすげえ。絶対ボスっぽいよね。エネルギー充填、セットアップ完了、データ化準備 OK、 インストール開始。おい、いってらっしゃい X。 正解の部屋を守ってくれ。で、ちょっとここに入れちゃいましょうか。じゃあまずね、最初行くとこだ、これ IC ペンギンゴステージですね。頑張っていきましょう。IC ペンギンゴ絶対強いよね。もう行く、ゴリ押しで、ゴリ押し、ゴリ押し。こんなのはもう、これ バットだでしたっけ。あ、セーブデータ、よし。セーブデータじゃね、オートセーブでは。あー、痛い痛い。よし、あれ飛ばない飛ばない。すごい BGM かっこいい。本当と IC ペンギンステージそのまんま。痛い、絶対当たる。何これ。大田博士、さあこのカプセルに入るのだ。かっこいい。フットパーツをつければレッグパワーがアップして壁ゲーの飛距離が大幅にアップする。さらに特定のブロックを蹴って壊すことができる。これで行動範囲が広がるはずじゃ。行け X、 悪を追うのじゃ。これさ、このカプセル、デスピサロに、エスターク、デスピサロに似てません？多分デスピサロっぽいな。おお、マジかよ。もう行きましょう。やった。おお、怖い怖い怖い。めっちゃパワーアップしてる。すげえ移動してる。セーブして。いけるか？早い。お、なにこれ？うさぎちゃん。あ、乗りたいんだけど。あ、乗れた。これは？あ、ちょっと待って。これ。どうした？どうしたこれ？いやいや、ちょっと。いや、ちょっと待ってくれ。いや、ちょっと勝てんぜ。なんで俺倒せなかったの？すげえこんなダメージ食らいます。セーブか。こんな、満身創痍。これで挑むの？ IC ペンギンをこの体力でちょっときつくないですか？頑張ろう。チャージしていこう。多分一発でも食らった方がいいな、これ。間違いない。1K！ 絶対 1K！ なんかロックマン、ゲームボーイあるあるじゃないですか？こういうのって。これゲームボーイあるあるですよ。逃げよう。これは何？おあ、無理、死ぬ。4回な、多分今4回打てば、4回打ったら好きなんだけど。もう一回行こう。チャージして、チャージショット聞いたっけ最初から。だから近いんだって。なんか手前で降りないかな。もう逃げるよ。もうこれは倒す。逃げの戦法。2、3、4、撃つ、逃げる、撃つ、逃げる。これはもうどうしようもない。で逃げる。2、3、4、撃つ、逃げる。逃げますよ。1、2、3、4、撃つ、逃げる。
1、2、3、4、打つ、逃げる。お1、2、3、4、打つ、逃げる。これはいいんじゃないか。あ、これいけるかも。1、2、3、4、打つ、逃げる。いい、いい、いい感じ。このペンギンちゃんよ。2、3、4、打つ、逃げる。で、これも、打つ、逃げる。あ、これいいかもね。あ、強え、強え、強えか。2、3、強い強い強い。これはもう2、3、これだ。え、いや、ちょっと待って待って待って、怖い。今ビビった、今チキった。これで終わりだ。よしよっしゃ、危な、配信ペギー号めちゃめちゃ強くない？こんな強い。だ、3回食らったら死ぬからね。これはないな。この強さはない。ショットガンアイスをゲット。かっこよくない？この画面。SI。ショットガンアイス。いいですね。お、誰だ？テクノ。まさか、コウモカン、絶対がミディでしょ。コウモカンタに、過去本データ突破されてしまったわな。ふふん。本当はミディとテクノって、双子説あるよね。テクノ。コンピューターのプロテクトが、本当は二人で一人なのさ、みたいな。もしくは、二重人格。とかしまったよ、まず。多分双子っぽいよね。なんか手打とう。ギーメでケケケ。かっこいいな。ここからやつをのんびり。え、演歌っぽいっすね。テクノ、油断するな、ギーメで。やつの力、なぞると痛い目に遭うぞ。おお、かっこいい。ザインかっこよくない？パイレートマンみたい。ムサマが言ってやる。必ずやつを止めてやるぜ。テクノ、そうだ、君に頼もうか。キケケ、ヘマすんなよ。まあ、今日は、一回ね、ここでセーブして終わりましょう。セーブします。じゃあ、そんなわけで次は、この、スパークマンドリーダーをやっていきます。じゃあ、そんなわけで、お疲れ様でした。バイバイ。